綺麗な赤身にサシが入った霜降りの肉。これは牛肉ではなくクジラの生肉です。よいしょ。今日未明、大阪中央卸売市場に35年ぶりに並んだのは、三陸沖などで捕獲されたニタリクジラの生肉およそ900キロです。希少部位のこの身は市場最高額の1キロ25万円の値がつきました。一番いいのを買いたいって思っていました。たくさんの人に、若い人に食べてもらいたいですね。ところで、なぜ35年もの間大阪に届かないほどクジラの生肉は希少なのでしょうか。2019年に IWC 国際捕鯨委員会を脱退するまでの31年間、日本は南極海など遠洋での調査捕鯨しか許されなかったため、捕獲したクジラは冷凍するしかありませんでした。3年前に商業捕鯨が再開し、近海での捕獲が可能にはなりましたが、大型のクジラは船内で冷凍するのが一般的で、生肉は今も希少なままです。そこでクジラの肉の魅力を知ってもらおうと、今回は特別に生のまま大阪へ水揚げされたのです。今日と明日の2日間、阪急梅田本店ではクジラの生肉の販売イベントを開催。ないですね。肉とかだったらあるけど、生で本当に貴重なものだって言われたんで、食べてみようかなと。クジラがちっちゃい頃から大好きで、ここで買えてるのがすごく嬉しい。うちのおばと家でゆっくり味わいたいと思います。貴重なクジラの生の肉、冷凍の肉と味はどれくらい違うのでしょうか。大阪市にある創業から70年のクジラ料理の店紫にも生肉が到着していました。提供されるのはこの店でももちろん35年以上なかったことです。その久しぶりの生肉に店主も腕が鳴ります。冷凍はドリップが出てくるから小さくなるから大きめに切らなきゃね。ドリップいうのは旨味やからね。冷凍肉だと解凍した時に流れ出てしまう旨味の成分も、生肉だとそのまま味わうことができるということです。そもそもクジラの肉自体食べたことがないという記者、まずは通常の冷凍して届けられた肉から。ちょっと食感はマグロに近くて、でも味は馬肉っぽいですかね。美味しい。さあ、そして生の肉は、あれ、もちもちしてます。全然食感が違いますね。味もちょっと甘い気がします、さっきよりも。いや、生はもう初めてちゃうかな。中でも希少なカノコと呼ばれる顎の部分の肉に店主も箸を伸ばしました。店に訪れる客の多くがもともとクジラに馴染みのある世代ですが、この生肉をきっかけに若い世代もクジラの肉に興味を持ってくれることを期待しています。鉄分あるし、女性鉄分不足でしょ。でコラーゲン欲しいでしょ。欲しいです。もうみんな綺麗になって帰りはるんです。クジラを食べてもらわなければ、クジラの食文化がね、続かなくなりますね。で、まあ、若い人もあの未知の世界ですわね、クジラは。そういう意味でもぜひ これを機会にね、生のクジラ入ったことを機会に食べに来てほしいですね。この店では今夜から提供が始まり、阪急梅田本店では明日まで販売される予定です。